やっていきたいなと思います。でさちょパソコンにいろいろあってさ、ちょっと設定がいつもと違って音が変になってるかもしれない。そしたらごめんなさい。でこれさ、前回やったの覚えてます？モーターを鳴らせて、でコメントでこのレースじゃないって言われたんだよ。なんだけど違うんだよね。本当に持ってなかったら全部試したんだよ。なんで持ってないんだよね。ちょっとだからここは一回飛ばそう。多分そのうちやってる。ああ鳴ってるね。これ前回植えたとこだね。オッケーください。いいね。いや久しぶりのマリオ楽しいな。ちょパソコンとずっと格闘しててさ、動画全然上げられなかった。いやでも音なんか気になるな。多分変になってると思う。あでこれ前回撮ったね、このラジコン操作。家は基本的に入れないってことでオッケーだね。ああ待って、あれ買いたいな、服、アクセル。いいね。あそうマリオなんかさ28歳説出てるよね。まあどうでもいいんだけど降りれねえよ。オッケー、ここでどうしようかな。とりあえず服買ってスタームーン買っちゃおうか。お待って、こいつ誰？うちに似合う帽子ってある。よし、今回はここからだね。で、あの音楽止めたいんだけど、これ。このよくわかんねえ音楽。さっきさ、これ止め方どうやんだろうね。この、昨日、ミュージカル、昨日、ピヨピに。ふぅ。ふぅ。じゃあ、なんも突っ込まないで、もう。やめろ、そういうの。あ、かかし先生いいんじゃん。かかし先生で、うわぁ、結構嫌な位置にいんな。ていうか、足場が悪いな。オッケー、いけるね。はっ。うわぁ、なるほど。ちょ、待って、もう一回やらして。あ、でもこれ死んで音楽変わんじゃない？そう、音楽今変えようと思って、相手死んだんですよ。よーし、帰ってきたよ。これ今までかかしていなかったよね、確か。あの、ブロックにヒップドロップっていうか、壊してから多分これ出るようになった。なるほどね。なるほどね、っていうか、普通に考えればわかんない。これ動くんだと思って、この上下に。こういう感じじゃなくて、待って、結構時間なくね？ああ、普通にあったわ。よし、オッケー。あ、で、そのままこれ奥側行けるかな？この建物の奥。はい。あ、行けたね。行けたけど、なんもない。いや、広いんだよね、このエリアが。とにかく。あ、紫コイン取っとくか。今ね、あ、待って、こっち側行ってないな。行ったっけ？いや、ストーリーで行ってんね。ちょ、待って。広すぎ、ここ。広すぎるし、パートどれぐらいなんだろう。ちょ、今、眠たくて動画撮るか正直悩んでたんだよね。なんだけど、とりあえず撮っとこう。最近出してなかったからね。あ、でも40、あ、まあまあ撮ってんね。で、待ってね。やべえ、グダリ、あ、あったあった、グダリそう。オッケー。これいいよね、ヒップドロップでなんか落ちてく感じ、結構好き。てん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 
ど意外と好きなのかもしれない。いやこれ待って、この待って、一応こういうの確認していいですか。いやねえな、ちょっと待って、一回確認しときなかった。間に合う、これみんな間に合わないと思うじゃないですか。よし、で一回普通に行こう。余計な確認はこの後、この後っていうか、いずれやろう、いずれ。うわ、むずい。なんかこれさ、ターボすんだけど、この、ジャンプした時、マリオカート的な。ていうか、めっちゃギリ、あ、結構どこに出んの次。あー、うわ、すげえ。あ、こっちだ、絶対こっちだ。今、うまくね、結構難しい感じ、みんな思ってるより。やっざーちょーいけたー、これ意外と難しいから、ほんとに。結構自分で埋める。あ、壊せんだ、揺れよ。あったね、この下に。オッケーオッケー。いや、よかった。で、裏も見とこ、一応。うん。あ、ないね。余計な確認だったね、最初の方。よっしゃー。いや、楽しかった、結構。マリオカート。あ、そう、なんか久しぶりにマリオカート動画撮ろうかな。そう、やりたいんだよ、マリオカート。いや、やりたいわ、やりたいっちゃやりたい。あれやりたいんだよね。スプラトゥーンさ、アップデートしたじゃないですか。昨日か今日かした。なんで、それやっときたいな。オッケー、いいよ、順調。で、この上にも行っときたい。そう、上があるんだよね、この建物系。紫声もめっちゃあるな。で、この紫のなんだろう。うわ、ポリン所長、ポリン所長、なんか危ない人なんじゃない。どみんなに慕われすぎてて逆に怖くない。そんなポリン所長ってすごいのかな。これどっち。あ、下か。なんだ、あ、このウサギさん。そうだね、ウサギさん。ウサギさんは帽子に当てると。あ、いない。ウサギさん、どこ行った。下。あ、待って、ウサギさん消滅。あれ、あいつどこ行った今。わぁ、デートしてやっと、お前ら、ほんとに。あれ、ウサギさんがいない。あ、違うね。ちょ、待って、もう一回ウサギさんどこ行こう。あれ、帰ってきたけどウサギいない。あれ、あの子どこ行っちゃったの。撮りたかったの。ていうか、なんでこれ一個だけ撮ってんだよ、ちゃんと。それぐらいやったら全部撮れよ。あ、いた！いた！あいつ！なるほど、これを届くかな、こっから。届くと思う？届きます。
ッケー、よっしゃ、危ねえ。え、あ、よかった、あいつやばい、結構嫌なやつだな。よし、いや、ビルとビル飛ぶのはちょっとずるいな。あー、そこにあるね、紫コイン。この右側は、いいかい、あ、待って、あるな。あれどうやって飛んだろう、わかります、今、あったの。これ届くかな、あと、危ねえ、ギリギリ届くんだ。あれどうやって飛んだろう、ここでロック解除かな。え、待って、届かない、絶対届かない。カックいんのかな、カック。いや、あれ、カックじゃないと、うわ、ピーチいる、わかるかな、上。この、ちょうど建物の上。ピーチのとことりあえず行くか。うわ、紫コインが至るとこにあるんだ。これ一回取っとこうか、この下にあるやつ。下行ったらどっから上上がれんだろう。あ、植えるとこあった。そう、前回種があったんだよ。ここまで持ってくんのか。ちょっと持ってこようか、一回ピーチに話しかけたら。やべえな、行きたいところがすごいある。よっしゃぞ、ピーチ。こんなに、あれ、ピーチの声なんだっけあ、思い出した。こんなにたくさんの建物が並んでいるなんて。人もたくさんいるから圧倒されるね。そら、パワームーンが落ちてきたの。たみやくに立てて。やべ、なんかピーチのクオリティが下がってんだよ。いや、ピーチスランプだ。オッケーだね。なんだか海が見たくなってきたわ。行ってみようかしら。ピーチって結構お金持ってる人間なんだね。いや、あれ届く、紫コイン。ビヨーン。いや、届くね。お、美人さん姉妹いる。ドレスのイメージがいっぱい。うわ、この美人さん姉妹はなんだろう、湖の国が本店にあるんですよ。で、それで多分今旅行しに来てんだろうね。うわー、いける。待ってね。よしよしよし。じゃあ一回種持ってここ来ようか。さっきの植えるとこ、ちょっと取ってきます。お、行こうと思ったら動かせる。え、なにこれ、うわー、ええー、待って、お前、うわ、すげえ、びっくりした。え、楽しい。あ、これ裏絶対あるでしょ。裏絶対あるね、これ。まあ、基本的に裏は多分なんもないと思うんだよね。わあ、すごっ。どこまで来たの。いた一回キャプチャー、すげえ。あれもキャプチャーっていうか、車キャプチャーしたの初めてだな。で、これ壊すとみたいなのはないんだね。壊すとみたいのはすげえもったいないことしたな。なんかこれ一番最初にさ、この街来た時雨降ってたんだよ。それの再来的な感じでよ。あー、なるほどね。こう倒していく。あー、なるほど。ミニムーンか。オッケー。で、この上あるかな？いや、なさそうだね。普通に進んじゃっていいはず。で、こいつらは、いや、どうしよう。さっきのキャタピラー連れてこれないもんね。わー、てかもう戻れないかな？いや、戻れんね。キャタピラーは、一応連れてこれんのか。よし、連れてきてよ。連れてきて一応ね、全部壊しとくか。うわぁ、すげぇ、もったいないな。こういうの YouTube にあげたらすごい再生回数いきそうだね。車をキャタピラーでぶっ壊してみたい、みたいな。ちょ、噛んじゃった。あ、上にあったね、今。でもキャタピラーこっち側にもいるから、わざわざ連れてこなくてもよかった説。あー、オッケー。あ、やっぱ車の中に入ってんのかな。今多分車の中に入ってた気がするけど。とりあえず壊して、でも一応連れて行こうか。いや、いいな、降りて、いや、やっぱ連れてこう。いや、優柔不断。ああ、痛い、OK。これね、結構、どれぐらいだろう？ 10 秒ぐらいでいなくなっちゃうからね。OK、これ、基本的に倒していくのが一番いいと思う。で、倒して、あった、ムーン、鳥の。OK、で、この上も行っちゃおうか。多分、あったね、あった、よしよし、待って、これ早めに取って、あ、違うんかい。今、絶対ムーンだと思ったんだけどな。で、こいつも壊しとくか。壊して、で、この下に先あったよね。あれ？なかったかな？この先か？まだだった。キャプチャー C の、ここ絶対2個あるな。なんだろう、3、いや、3個はないな。今まで3個あった試しがないからね。これはとりあえず割っとこうか。割っといて、あったね、ムーン。あと1個か。あと1個、この下だな。この下にあったはず。あるね。あった。あれ？待って、見えるかな？一回降りよう。あれどうやって飛んだろう？壁ジャンプでいける？いや、いけないね。どうやって飛んだろう、あれ。これ壊せるでしょ。ああ、壊せない。どうしようかな。これヒップドロップワンチャン。いや、あったな、なんか。これか。あー、オッケー。いや、でも、
この先に何も、てかこれ帽子で出てくんだ。なん、いや、ここなんもないはずないな。こんだけあってさ、でもなんもない。あ、これミサイルで当ててもオッケーなんだ。今普通に弾当てたら取れた。いや、で、どこだろう ?2 個絶対ある。2個絶対あるんだけど、わかんねえ。ここはや、いや、でもこれは今こっから狙えってとこのあれだったのかな。いや、わかんねえ。あと1個絶対どっかにある。こんだけ広いマップで1個ってことは絶対ない。ただ、わかんない。わかんない。どうしよう。いや、これ調べる案件だな。いや、目の前のタクシー?あれは多分戻るとこだと思うんだよね。いやー、多分そうなってると思う。これ一回さ、これやんないで、この、ここ下とか、いや、ないな、ここ自分で戻ったらどうなる?いや、絶対一個取り逃してる。でも一回進んじゃおう。わかんねえ、これ戻るやつでしょ、多分。おぉ、くそー、悔しい。わ、多分あると思う。そうだね、戻ってきちゃった。で、今回何しようかなと思ったら、種植えるのだったんだよね。なんだけど、タクシーだったから使ったんだよ。持つ。で、確かこの上だな。どうやって行くんだ?あ、これ入れる。あ、待って、入ったら多分違うな。違うダンジョンに行っちゃう気がする。どうやって上行くんだろう。これで、はい、オッケーオッケーオッケー、行けた。行けて、金早くしないとなくなりそうだから、ちょ待って、どうやって上行くんだ。上行くとこあるかな。ここは、こいつら踏んでいけるかな?いや、こっから登れそうだな。いけない。OK、ていうか、こんなとこ入ってんじゃない?いや、入ってないか。そう、ここに持ってきたいんだよ。で、さっき投げたところがここにあるはず。あれ?あれ?あれ?時間切れか。ちょ、もう一回やるか。よっしゃ。で、これの正規ルートがわかんないな。さっきみたいにタクシー踏むのかな?それでもこれ三段ジャンプでこ、いや、わかった!ここ、こうします。で、こっから木の実をこっち側に投げればいいんじゃないかな。あ、いよ!いや、いけない、いける!あ、オッケーオッケーオッケー!木の実いけて、あとはこれ自分が行くだけもんだもんね。自分行くのは割と簡単なんだよ。はい。いた!よし、来たー!やった!これね、さっきやったんだけど、割と早くなくなっちゃうんだよ、この。木の実なんでちょっとやり直してた。オッケーで、これはどうすんだ次。こっから投げていけるかな。待ってね、慎重に行こう。ほら、すぐそこにあるんだよ。これヒップドロップもできないもんね。よっ、あ、いけたいけたいけた。いや、これで、そうだね、こっちからいける。うわ、意外と難しい。この建物にあるのむずい。で、これ絶対ミスったらやだよ。はい、あ、オッケー、よかった。で、これでいずれここに穴が咲くと。よし、いいぞ、順調。あ、で、ここに入れるとこあるんだよね。なんかここ入っちゃおう。ここなんだっけな。恐竜かな。うわ、めっちゃ面白そう。めっちゃ、うわ、やば、これ。テンション上がる。2P でやろう。あ、できなかった。うわ、すげえ。今、うわ、私、コージマリオだったからきっとコージマリオなんだろうね、これ。やば。で、これは、一応ブロック全部叩いていこうか。キノコとか出る感じかな?おぉ、拍手くれてる。これみんな多分ゲームを見てるんだろうね。あ、だからこう YouTube でこのゲームを見てる感じと一緒じゃないこの。ゲームを見てもらってんだよ。で、ちゃんと入れ、入れんのかい!うわぁ、よかった、ビッグムーンある。オッケー。飛んで潜って上映中。あ、映画なんだね、映画。劇場版マリオ。それでは聞いてください。劇場版マリオ。ゲッ!特に、あー、上か、上からだね。よし。でもこれ分かりやすくていいね。なんか、普通に左から右に行くだけだからさ。取り逃しは、いや待って、取り逃しはない気がするって思ったけど、このハテナに入ってる可能性も全然あんな。いや、ないのかな、ハテナに入ってる可能性は。ちょ、そこが、危うい。これなかったら戻んのめんどくせえな。これ本当にさ、昔のマリオの1の1なのかな。なんかそれっぽいよね。あんまりやったことないけど、なんかそれ感がある。やべ、もうゴールじゃね、これ。あ、よかってない、よかってない。くそー、もう帰ろう。よし、帰ってきたぞ。
で、これは助走、助走をつけて、しょぼんのアクションのゴール超える的なやつね。よーし、一発。オッケーオッケー。で、あー、すごいゲームだ。いや、これ面白いね、この上映中。で、こっちじゃない方にも確か、この、人んち入る方法あったんだよ。そっち側行ってみようかな。オッケー。上映中の中の不思議。すごい。みんな待ってんじゃん、話題の名作が。すごいね、マリオのゲームで自分から話題を言っちゃうあたりね。やべ、煽ってるみたいでやめとこう。で、ここなんだろう。ああ、やってないんじゃないこれ、やった？いや、やってないね。これでムーンやろうか。これね、確実に一回いつもわかんないけどミスんだよね。ハートの次だね。これ多分どこでもハートの次なんだろうね、きっと。ここはノーカットでいきます。はい、余裕。イェイ。よし、今回これぐらいで終わろうかな。今ね、ちょっと、眠たいんですよ。なんで、ちょっと元気があんまりなくなっちゃいそうなんで、ちょっと、これ終わろう。今どれぐらいだろう。おぉ、すげえ、ネズミ。え、今ネズミなかった。おい、待て、おぉ、コインか。それは、帰りの交通費っすな。三千万の正直、次はこれっすな。あ、これね、この今のルーレットを君たちもやってたんだね。どれぐらい取ってんだろう。うわ、結構隙間空いてんな。てか、全然取って、あともうちょいあるか。もうちょ、あと2個、あと、や、あと1個取って割ろう。これなんかさ、すげえ蒸発してるけど。ヒップドロップではなんもないのか。あ、ポーリーンじゃ、ポーリーン。お、あ、すげえ、ごめんなさい。めっちゃクラクション鳴らされた。ポーリーン。お、どうした？あ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。近くよ、ガシャシャシャ。ほいしゃしょ、ほいしゃしょ。しゃしゃ、しゃしゃを変える。しゃしゃ、クイズ、お前、滑舌悪すぎんだろ。やってみよう。じゃあ行きましょう。わしゃいけ、わしゃ、ジョジョが好きでしょ。好きじゃない。これは動画的に好きじゃないよ、やる人もいると思うけど、当てに行こう。多分この人は結構パリピなイメージ、盛り上がりましょう。おいおいおい、そう、しゃいがいし。おいしゃ、いいね、最初は、ジェシュね。じゃあ行きましょう、おいしゃいけし。今日、じゃあ、最初でしょ。いや待って、久しぶりにさ、いつもなんかネタとかで、ネタっていうか普通に見せるんだけど、本気で当てに行こう。この葉サラダ、フラワーシチュー。なんか女性の方ってさ、サラダ取るイメージあるよね。これだと思う。うわぁ、問題書いてきた。さっきのとこまで行こうと思ったのに。私の宝物は何でしょうか？帽子だよね。俺、いつも帽子頭につけてるもんね。麦わらのルフィの麦わら帽子みたいな感じでしょ、君も。はいはい、それはわかる。これ簡単だね。さあ、少しずつ、最初じゃし。じゃあ行きましょう。じゃあ、私はじゃあ、何ですか。苦手なもの？人の話は今聞いてるよね。で、お祭りはお前は自分でやってた。機械でしょ。あ、これ、本当に簡単だ。マジで当てに行ってる。じゃあ行きましょう。じゃあ、私が今旅行に行きたい国？この子は、多分あんま水着になりたくないと思うんだよ。なんで海の国には行きたくないと思う。で、森の国も、虫が多いから嫌だと思う。で、雲の国でしょう。うわ、当たった当たった！マジかよ！さあ、ドバイス、雲は見ないでさ。では行きますよ。お前、ラスト問題いつだよ。私は休日何して過ごしているでしょう。なんかお前、マリオ口説こうとしてんのか。これも本気で当てに行くよ。休日まで発電所を置くする人じゃないと思うんだけど、銅像じゃなくていろんなとこにあるぐらいだから、と思うけど、歌の稽古じゃない。この子歌好きだもん。わぁ、さあ、先生、しめしめ、やめちゃいまし。私のことよく知らないでしょ。お互いのことを、お互いのことを分かり合えているということは嬉しいことですよね、まあ。マリオあんま情報出してないけどね。そういえば今日はまた、マジかよ！今日11月26日。え？いくつになってもプレゼントにはワクワクしてるじゃし。くれねえんかい！くれないのかよ！お前なんで今のクイズ！え？嘘でしょ！お題はあれで、そういえば私誕生日なんです。なるほど。これなんもないと見せかけて、なんかプレゼント持ってくんだな。そうだと思う。ただプレゼントは顔を話せる。このビルは点検が必要です。作業に適した服装でお越しください。あなたの服装は問題ありませんね。すごいね、簡単にいけちゃった。くっ
そう、なんだろう。なんか花束とかあれば持ってくんだと思うけど、あのステージ花束なんてなかったよね。で、どっちだろう、右か左。まあ、右でいいか。わ、ポリン所長になんか持ってくんだ、絶対。いや、待って、これなんもないはずなくね。なんもないね。そんなことあんのかな。うわ、何このコイン。うわ、待って、行きたいところが多すぎる、ここ。明らかに不自然な場所のコインがすげえ気になる。いや、これ今分かった。ここで降りんじゃないかな。いや、ああ、そうだね。これは分かった。これ結構単純だね。ここだけスルーすんのはおかしい。じゃあさっきのコイン関係ないのかな？ビリビリ屋上の木箱から。あのコイン、すごい気になんない？まあ、いっか。とりあえず、スタームーンはね、1個のエリアに2個ある計算だから。あ、こっちなんだろう。はい。いや、床あったのかな？おお！え？え、なにここ？なんか今までとテイスト違くない？これは当てちゃって大丈夫かな？はい。へぇー。なんかマリオあれになってんね、この、クッパと戦う時みたいな。いつもなってんのかな？見えてないだけで。よいしょ。よし、今回ここ割ったら終わろう。で、ここ行って、わー、ムーンあるね。これ多分1回でも落ちたらダメパターンだな。で、私、こういうの得意だからね。はい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 。結構ギリギリだな。はい。はい。よし。うん、いいね。順調。結構今危なかったよね。いや、ポリエーション、花だと思うんだけど、花なんてあるかな？何持っていけばいいんだろう。これ等間隔できてるのか、ギリギリまで引きつけてたな。これワンチャン死ぬな。はい。オッケー。よし、ちょっとわかんねえな、ポリーンは。あ、でもね、多分、ここのエリアくまなくムーン探しに行くから、そのうち落ちてるでしょ、どっかに。いや、久しぶりのね、マリオだったけど、面白かったな。はい。ということで、終わりまーす。バイバーイ。